燻製二神の虚偽、または、レッドヘーリングは、重要な事柄から、受け手の注意をそらそうとする修士上、文学上の技法を指す慣用表現。例えば、ミステリー作品において、犯罪者の正体を探っていく過程では、無実の登場人物に、疑いが向かうように偽りの強調をしたり、ミスディレクションを与えたり、意味深長な言葉を並べるなど、様々な騙しの仕掛けを用いて、著者は、 読者の注意を意図的に誘導する。読者の疑いは誤った方向に導かれ、少なくとも当面の間、真犯人は正体を知られないままでいる。また、フォールスプロタガニストも、燻製二神の虚偽の例である。二神のキッパーの実例。ジャーナリストウィリアム・コベットが、イギリスの新聞の誤報を、効果の薄い世論操作だったと皮肉った際に、両犬の訓練に、 ニシンの燻製を使ったという話をしたことが広まって、現在の英語の慣用表現となった。レッド、ヘリングの直訳は赤いニシンであるが、これはそのような名の魚種があるわけではなく、濃い味付けのギッパーを意味している。ギッパーとはイギリスにある料理で、主としてニシンを塩漬けや燻製のいずれか、または両方の加工をした料理のことである。この加工によって、 魚には独特の鼻につく匂いがつき、濃い塩水を使うことで魚の実が赤くなる。この濃い味付けのキッパーという意味でのレッドヘリングは中世期末に遡る要例があり、1400年頃のシュコーフェーミナ27には h e タスノーフィッシュバットハリングレッドという記述がある。サミュエル・ピープスは1660年2月28日の日記に アップインザモーニング、アンドハドサムレットハリングスツーアワーブレックファースト、ホワイルマイブート、ヒールワズエー、メンディング、バイザセームトークンザボーイレフトザホールアズビッグ、アズイットワズビフォーと記した。英語における慣用表現としてのレッド、ヘリングの意味は、近年に至るまで、両県の訓練手法に由来する表現であると考えられていた。由来についてはいくつかの異なる説があるが、 その一つは、花をつく匂いを放つ燻製ニシンを引きずって、子犬にその匂いを覆うように仕込むというものである。その後、犬が狐やアナグマのかすかな匂いを得えるように仕込まれていくと、訓練士は、今度は燻製ニシンを動物の痕跡とは垂直の方向に引きずり、犬を惑わす。犬は、最終的には、強い匂いに惑わされることなく、 もともと追っている動物の匂いを追跡できるようになる。これとは別の説では、脱獄した囚人が追跡する犬に匂いの強い魚を投げて気をそらせようとしたことによると、される。実際には、このような手法が犬の訓練に用いられることはないし、燻製二神が逃亡者に役立つこともない。この慣用表現は、1807年2月14日に、ジャーナリストウィリアム・コベットが、 自ら創設した週刊新聞ウィークリーポリティカルレジスター誌に発表した記事に由来するものと思われる。ナポレオンの敗北を誤報したイギリスの新聞を批判する記事の中でコベットはかつてウサギを追う犬の気をそらそうと燻製ニシンを使ってみたことがあるという話を持ち出した上で政治的な燻製ニシンの効果はほんの一瞬のものでしかない。土曜には その匂いも石のように冷め切ってしまったと記している。イギリスの語源研究家、マイケル・キニオンは、この話は1833年にも繰り返し使われ、それは赤いニシンに比喩的がニを読者の意識に生じさせるのに十分であったが、不幸なことに、それが実際の狩猟者がやっていることに由来するのだという誤解も生んでしまったと述べている。ありがとうございます。